こんにちは、今回は直近の話題、課金の値上げについてです。てっきり今日の13時に何か発表あると思いましたが、なかったので、急遽、動画を作りました。もしかしたら、今日の19時20時で、情報が出るかもですが、一旦、周知のための動画となります。まず、明日10月5日に、値上げは、ほぼされると思います。これはアップルの提示した日付なので、すべてのアプリで一斉、価格変更ですね。まず、最初の話題として、ミホヨは過去に、アップルの価格改定を受けて、2020年に、一切予告なしの、全プラットフォームで値上げをしています。全プラットフォームとは、iOS、Android、PS、PC などすべての端末ですね。今日の19時20時に、公式から続報がなければ、おそらく、今回も同じケースになる可能性は、あると思います。前例があるわけですから、そこは可能性の一つとして、認識しておきましょう。そして、なぜ詳細が発表できないのかは、後半で説明します。記事に戻り、この投稿者の方は、ブラジルの方で、70から80% の価格上昇があったみたいですね。日本では、今のところ一律 30% 上昇の予測が強い段階でしょうか。これはアップルの提示した上昇幅でしたね。そして、この方も言っていますが、実際の値上げの前に、数日間の猶予を持って、安く買える期間が欲しかった、と主張されています。そもそも値上げを発表したのは、アップルであり、ミホヨじゃないですから。そこは皆さん、ぜひ大元を覚えておきましょう。アップルさんは、さすが大元ビジネスなので、値上げに対する、すべてのアプリの悪評は、アプリ元に行くという、さすがのビジネスですね。ちなみに今更ですが、先ほどの値上げでの、2年前の公式の発表がこちらで。和訳すると、こんな感じです。アップルの価格調整から、他のプラットフォームでも、価格を変更します、という案内ですね。もしこれが、明日急に値上げとともに、無告知できたら、やはり不信感を持ってしまう方も、いるのかもしれません。では、なぜミホヨが詳細な発表が、できないのか?についてです。これはもちろん、憶測も含みますので、ご了承ください。皆さんの方で、何かあれば、ぜひコメントで教えてください。まず、アップルは大量のアプリの、親分さんですね。そのアプリたちに対して、9月23日に、価格変更があることを、伝えました。9月23日は、私たちが知った日付と同じですね。そして、各アプリたちは、価格調整をどうするか、社内で考えるわけですね。そして、その価格変更案を、今度はアップルに対して、これで OK ですか?と承認をもらうわけですね。そして、天下のアップルさんなので、その案の数は、すべてのアプリ数、約100万などにも上るわけです。アップルの承認の作業量も膨大で、天下のアップルさんなので、おそらく承認スピードも速くはないでしょう。そして、その承認の作業などを、たったの2週間で、本来完了する必要があるわけですね。これを考えると、事前に企業などには、もっと早くアップルから告知してあげれば、良い気がします。そして原神も同様に、価格変更案をすでに出しているでしょう。そして、ここからが一番の問題で、原神は、1、スマホ PS など、ほぼすべての端末で、サービスを提供していること、2、グローバル、全世界に向けても、ゲームを提供しています。1に関しては、例えば今回の、iOS だけ値上げ、というのができないので、他のプラットフォームなどとも、調整が必要になり、たったの2週間で、そのすべての調整は、かなり難しそうですよね。そして2の全世界に関しても、各国ごとに調整が必要で、こちらもかなり難しそうですよね。どれくらいの数の国で、サービス提供しているのでしょうか。そして、先ほどの端末、プラットフォーム問題で、スマホだけにサービス提供している、モンストはすでに、価格変更の案内をしています。他のゲームなどでも、スマホのみ、日本のみゲームはいくつか案内しています。モンストとの違いは、原神の端末数、世界展開が大きな違いです。作業量がそもそも違いすぎる点、アップルとの価格承認の遅れ、などの問題から、ミホヨは正式な値上げの詳細が、告知できないわけですね。いろいろ話題がふわふわしましたが、今回、一番伝えたかったことは、全PF での一斉値上げ歴史あり、ミホヨが値上げ詳細、発
発表できない理由、この二点です。一旦、今日の19時20時まで、公式の発表を待って、そこから課金どうするか考えるのが一番だとは思います。19時20時でも、何もなければ、かなり怪しい雰囲気もします。もしかしたら、深夜12時に価格が変わるかもなので、そこも注意点ですね。あくまで、判断材料の一つで、課金は自己責任で、ご判断くださいペコ。それでは何かあれば、ぜひコメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。